イギリス史上最悪のアン君、ジョン王。ジョン王はプランタジネット朝第3代イングランド王で、無能、暴虐、陰謀好き、裏切り者、恥知らずと評されている。出生時に父ヘンリー2世から領地を与えられなかったことから失地王やケッチ王と呼ばれた。ジョン王は末っ子だったため、父親に甘やかされた結果として自分の場を通して当然という人物に成長し、短絡的で軽率な性格だった。また1209年には司教の任命権をめぐり教皇と対立し破門された話も有名で、破門を解いてもらうため教皇にイングランド全土を献上し王位を損ねるという失態を演じた。失政を重ねたことで国内諸侯の怒りを招き、王権を制限するマグナカルタへの合意を余儀なくされた。しかしすぐに不服をローマ教皇に訴え、無効破棄を宣言してもらうなど反撃に転じ、再び圧政と恣意的重税を行うように。これに憤慨した諸侯たちが再び放棄し、またもジョンとの間で内乱となり、第一次バロン戦争が勃発。しかしその最中に赤痢にかかり病没した。